何？このドリレを枕に死ねと？突撃清弘殿がそう申すのか？そのために国中に触れを回して我らを功を集めたのかよ。夜影、敵地を奪って柘植から柏原ドリレに入った下柘植次郎左衛門は、ドリレの黙索を乗り越えたあたりで先着の豪士一人を捕まえ、甲高い声を上げた。豪士は絡みつく次郎左衛門の手を払いながら迷惑そうに、わしは清弘殿ではない。しかし屍に満ちたのをご老じあればわかろう。あと10日もすれば伊賀に人種が絶え申すぞ。あだらさ釣り腐されていくより、この砦一つが残ったを幸い。総勢内地にの保存を固め、伊賀侍の誉れを織田の者どもに知らしめてくれようというのが清弘殿の腹であろう。誉れ、人並みなことを言うたものかな。伊賀者のどこに誉れがある？誉れを持たぬのが伊賀者の誉れじゃ。どうした？男が折り崩れてくるのを次郎左衛門はうるさそうに支えた。流れ玉が後頭部からエラ下の首筋に突き抜けたらしく、あたり一面に血潮を巻きこぼしている。死んだか？まだ生温かい死骸を地に投げ出すと、次郎左衛門は闇の中を館へ走った。館はクスの巨木の陰に立っている。館の周りには二重の柵が巡らされ、柵の前は酒麦が血を噛み、さらにその前には水をたたえた堀が、乱春の夜にしてはさえざえと晴れ渡った星空を映し出していた。その酒麦の列を割って出てきた武者が次郎左衛門を認めると、あ、お師匠、お師匠でございまするな。五兵衛か？風間五兵衛は走り寄ってきた。具足こそつけているが、血の色の昇った肉の薄い方はあたかもカンナギの少女のような、ふと怪しさを覚えるまでの美しさを持っていた。我はよう生きていたな。お師匠こそ。十蔵はどうした？辰口の砦で働いておりましたが、砦を焼かれてからは行方が知れませぬ。死にはすまい。あれほどの忍者ならば矢玉の雨を注がれても命を損なわぬものじゃ。ただ十蔵の病夫の綴羅太郎兵衛殿、それに母子が阿山の綴羅屋敷から辰口砦までへの避難する途上、庭長秀が手の者に殺され、妹子のみは辰口まで逃げて砦の兄に会うたよしにございますが、その夜のうちに自害し果てました。おそらく山中で凌辱されでもしたのを発したのでございましょう。珍しくもあるまい。人の死は見飽きている。それより柘植殿を見たか？確か昼間に。また氷亭か？次郎左衛門は歩き出したが、ふと思い出したように五兵衛を振り返って、我の手手子も死んだぞ。え、ここへ来る途中湯船の羽黒池のほとりでムクロを見た。風間五兵衛は闇の中で棒立ちになった。やがて問い返そうとした時は、次郎左衛門の姿は十数歩前を歩いてそのまま館の中へ消えた。土間は血と海の匂いがした。土の上にむしろが敷かれ、おびただしい手負いがほとんど具足も解かれずに転がっている。広間の杉戸を開けると中は食もなく、闇の中で数人の気配がした。足を踏み入れたすぐそばの板敷きの上に寝転がっていた一人がむくりと寝返って、下柘植の、桃地か？何をしておる？氷亭じゃよ。辰口に住む桃地新之丞というその男は物憂げに答えた。こう寝転んでか？せんもない。
ここまで極まれば起きて話しようでも別段の知恵がわかぬでの。なんと決めた。それはあれ。桃地新之丞は神座の方を指さした。そこにまるで置物のように木念と腕を組んでいる柘太郎清弘の老いた影がある。影が動いてぽつりと、討ち死にと決めたわ。なるほどの。我らは良いお人を戦大将に選んだものじゃ。なんと、よう聞かれ。矢玉がこの身に当たれば、わざわざ標定で決めいで持ち死にはする。諸国の侍は知らず、伊賀の忍び武者にあっては、持ち死には恥辱じゃ。ならばどうする。知れたこと。長さんじゃ。めいめいがゆるべの国に逃げ、草を噛んでも生きてさえあれば、やがては、伊賀者の恐ろしさを諸国に思い知らせる時も来よう。織田に、いつかこの仕返しができぬとも限らん。手負いや女子供は、やむを得まい。切るのか。屈強の者が眺望した後、降伏させればよかろう。あとは寄せ手が切るというなら、これも運。生かすというなら、それも運じゃ。むごいの。むごいのはお前様の方じゃ。言い終わらず、次郎左衛門は入り口の杉戸の方を鋭く振り返った。黒い、殺気に似たものを覚えたのである。十三か。つづら十三が立っていた。厚い唇を引き締め、むしゃわらしのまま杉戸の前で黒々と立っている姿が、いつそこに現れたものか誰も気づかなかったが、気配のただごとでないのは振り向いた一座のすべてに分かった。ゆっくり腕をほどいて重蔵は、わしは長三住まいと言った。この男の体から出てくる不思議な威圧を、下杉次郎左衛門は払おうとするように苛立たしく手を振って、下がれ。我の来る場所ではない。無礼であろうお師匠。わしはお前様から忍びの技は学んだが、お前様の下人ではない。つづら家は烈気とした平成の侍じゃ。この場所で伊賀の戦技に加わる資格はあろう。そのつづら家も。言って重蔵は声を引いた。顔は動かさず、唇も結んだまま、ただ二つの大きな目だけが静かに潤んで、やがておびただしく頬を濡らした。その様子を下からねめ回すように見ていた次郎左衛門は、醜いぞ重蔵。ここへ何しに来た。泣きに参ったのか。親兄弟が死んだのがそれほど我には悲しいのか。いかにも。死んだのはお師匠の両親ではあるまい。わしが両親じゃ。ふん、口のみは小賢しい。よく聞け。わしはかつて何と教えた。忍者は土のごとくあれ、石のごとくあれ、風のごとくあれ、木の葉のごとくあれと。構えて、人並みな心は持つなと教えた。忘れたか。忘れた。しかし今は恥にも思えぬ。ふん、愚かなやつ。我の父母は死んでもはや土になった。我も生きながらに土になれ。土になれば亡き父母の世界と同意。悲しゅうなるはずもない。しかしわしの体は生きておる。生きておれば涙も出る。この生きた人間が死んだ者たちへできることは仕返しあるのみじゃ。わしは挑戦せぬぞ。戦場に残って何をする。敵に航空をおわしめる。お師匠、さらばじゃ。ことぶきよう生きられるがよい。待て。
立ち去ろうとする鋳造の袖を次郎左衛門の手が素早く掴んだ。そのまま一座へ向きを変え、お聞きの通り、あたら良き忍びをここで死なせるわけにもいくまい。わしは先刻の考えをわずかに曲げることにした。調査のついでに敵の陣屋に秘術を仕掛け、火と矢の地層を十分にした上で国を引く。人数は少ないほどよい。時は明晩、おそらく日暮れから陰雨が降るはずじゃ。言い終わると次郎左衛門は鋳造を見返り、と申してこれを過つな。我の心を愛おしんだつもりではないぞ。白い目を添えた。この文字通り忍びの化粧のような男には、己が育てた慶雨の器がむざむざ死にこぼつことを見るに忍びなかったのかと思える。